お待たせ。やっほー。おっすー。水着も変えたし、これで心置きなく純一郎と海に行けるわね。ともちゃんの水着見たチュンくん、きっとすごく面白いよ。パラソルも持ちなさい。なんで俺が。これもつけて。落ち着けジュン。どうどう。ふふう。なんで上向いてるの。パーカーなんか着てんじゃねえよ。さっさと脱いで泳ぎに。もう最高。気持ちいい。トモやキャロルは目の毒だけど、私なら隣にいても気にならないってことかしら。一発殴らせなさいよ。何座ってんだよ。トモ。トモ、気づいてないと思うけど、あなた今最高に攻めてるわ。相沢友と金髪おっぱいがいるし。マジで。絶対隣に並びたくないし。そうなのよ。誰だし。寄ってくんじゃねえ。それにしてもジュン君はなんで私とトモちゃんから逃げるのかな。これん、あいつは大きい犬が大好きなスキラエベヒなのよ。かわいいね。あ、私のことか。さ、行こう、早く。ちょっとお、力強いね。照れてるの。そういうところも可愛いんだろ。汚ねえ手で友に触るな。ひっ、今のもう一回言ってくれねえかな。お、ジュン、何してんだ。行くぞ。めんどくせえから勝手にそう思ってろよ。何にしても状況を変えたいなら今日が絶好の機会。純一郎に可能な限り近づいて。だけか。だけよ。食え食え。悪いな。全然反応ねえけど。うわっ、冷てえ。悪い。もっかい海入ろうぜ。それなのに友に触れられると、笑顔を向けられると、なんでドヤ顔なんだよ。あなた今日海であんまり楽しそうじゃなかったわね。純一郎はもう友のことが女の子にしか見えないんだわ。